私たち結婚してるんです。ちょっとこの待ち受け、おお、私たちのウェディングフォトですよ。ダメです、危険ですよ。ミロさんもこれにしましょうよね。お願い、お揃いにしたいです。もうそんな可愛く言ってもダメです、社内結婚がバレますよ。でも変えてください。買いました？買いましたよ。見してください。ほら、営業部の前にいます。すいません、先に出たからつい忘れてしまって。一緒に帰るならハゲは私も持ってるからいいんですけどね。行きも帰りも別々なのか。え？総務の松下です。直接三浦から聞いたよ、高校の後輩だからさ。あ、そうなんですか。本当に何も知らないんだね。はい。もっと三浦のこと知りたい？知りたいです。俺は春田さんに興味あるけどな。三浦がどこに惚れたのかなとか。惚れたなんて私も知りたいです。あ、そうだ、三浦に新居に呼んでもらおう。いい？あ、ぜひぜひ。春田さんの手料理なら食べてみたいな。はい、じゃあその時は春田食堂開店しますね。面白いね、春田さん。楽しみにしてるよ。三浦さん、松下さんには私たちのこと隠してないんだ。ねえ、真夏先輩ってやっぱり彼女いるのかな。え、勝ち狙い？まさか、あれはめでる対象でしょ。でも彼女にめっちゃ優しそうじゃない？で、彼女の前だけでは甘えん坊だったりしてない？違いますよ、実はめっちゃド S なんですよ。それにいたずらっ子みたいな可愛いところもあるんですよ。でも真夏先輩の彼女は超ハイスペ女子じゃなきゃ嫌じゃない？それわかる。モデル系とか、あ、ガルギャル系とか。うわ、こりゃ当分結婚のことは言えないな。亜美先輩、これどうしたんですか？あ、なんでもない。すいません、請求書の発行急ぎでお願いしたくて。はい、私がやります。ありがとうございます、春田さん。いえ、大丈夫です。これ、よかったら皆さんでどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。春田さんにはこれ。亜美先輩、ちょっといいですか？これなんですけど、うん、その、あ、三浦さん、発行したらすぐ届けますね。じゃあお願いします。
こいつ俺たちが話してるの邪魔した。でそのこの機械大城株式会社さんの取引についてなんですけど、ちょっと相談も。アミって真夏先輩狙いなの？さっき見ててなんかピンときたんだよね。いやそんなんじゃないよ。いやアミならいけるでしょ。そうだよ、彼氏と別れたんだし。クリスマスにアミがフリーだなんてもったいないしね、うんうん、いやだから違うって。アミ頑張って。ああ神様、両親が痛みます。アミ先輩、さっきの三浦さんの請求書僕が届けましょうか？私が届けたかったのに。でもみんなの目もあるし。あ、うん、ありがとう、助かる。はい、三浦さん、経理部の山形です。これ先ほどの請求書です。またこいつか。ありがとうございます、助かります。いえ、僕は届けただけなんで。なんだこいつ。じゃあ春田さんによろしくお伝えください。伝えます。じゃあ、じゃあ失礼します。私が社内でいろいろ言われることを心配してくれてるけどさ、結婚を秘密にする理由は本当にそれだけなのかな。そもそもなんで即日婚したのかも聞いてないし。まだ起きてたんですか？もう寝ます。好きだからどんどん知りたくなっちゃう。どうして私と即日婚したの？今のじゃ足りない？もう違います、甘えてるだけです。本当のことが知りたい。春田さん、心配事でもあるんですか？私そんな体に出ちゃってます？いいじゃないですか。私って隠し事が苦手なんですよね、身も心も。素直で可愛いと思います。亜美先輩、僕お腹いっぱいすぎてもう午後寝ちゃいそうですよ。仕事はちゃんとしてよね。はい、でも美味しかったですね。うん、美味しかった。また行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。三浦さん営業帰りですか？まあいろいろと。そちらはランチ帰りですか？まあそんなとこです。てか三浦さん聞いてくださいよ、亜美先輩僕のデザート狙ってくるんですよ。だってあれは私のために取っておいてくれたんじゃないの？まあ取っておきましたけど、あれは狙いすぎだな。食べたかったね。可愛いからあげちゃう。亜美先輩、ここのデザートビュッフェ行ったことあります？ないかな。こう夜もやってるんですよ、今度一緒に行きません？太るからいい。大丈夫ですよ、太っても可愛いですから。山形君が良くても私が嫌なの。そっか。あ、分かった。じゃあ今度糖質オフのデザート出るとこ行きましょう。糖質オフ、
じゃあ場所だけ聞いとこうかな。一緒に行ってくれないなら教えませんよ。なんでよ。三浦さんに誤解されてないよね。手札なの？あいつ山形って言ったっけ。もしかして俺に聞こえるようにわざと言ってた。糖質オフのデザート食べてきたら？何これ平気なわけ？嫉妬してくれたっていいのに。私はあざと女子なんですから。相手が三浦さんだってやきもち焼かせるくらい簡単なんですよ。あ、もしもし、お世話になってます。小学コーポレーションの三浦です。ひとみさん。はい。経理部の子たちと合コン行ってきます。え、マジか。いじめすぎた。私が合コンに行ってると思ってやきもち焼けばいいんだ。わかりました。何よこのそっけない返信は。すいません、パフェください。俺としたことが仕事を早く切り上げてしまった。飲み物来ました。私はジュースです。たくいちいち。あれって経理部の子たちだよな。合コンは嘘？亜美先輩、ここのデザートビュッフェ行ったことあります？今度一緒に行きません？まさか山形とデート？食べ物来ました。タコワサ美味しいです。メインは海鮮鍋です。やったー。もういいよ。本当はどこに行ってるんだよ。あれって春田さん？男の人たちみんな面白いです。なんだエア合コンかよ。ほんと可愛いな。うちの奥さんは既読する？もう気にならないの？楽しそうですね。写真送ってください。写真？どうしよう、タコワサ。超盛り上がってて写真撮り忘れちゃいました。しょうがねえ。春田さん、可愛いんだから持ち帰られたらダメですよ。早く帰ってきて。ですか？もしかして焼いてます？バカ。
にいたんですね。お帰りなさい。なんだそれだけ？全然普通じゃん。三浦さんが早く帰ってきてって言うから飛んで帰ってきたんですよ。そんなこと言いましたっけ？嘘ですよ。ちょっとラブラブな展開を期待してたのに。もういいです、寒いから中に入ろうと。あれなんか怒ってます？別に怒ってません。合コン楽しくなかったんですか？楽しかったですよ。よかったですね。三浦さんは平気なんですね。私が本当に合コン行っても知りませんよ。本当にって？いや本当にまた合コンに行くかもしれないし、そしたらそこには三浦さんより鬼イケメンだっているかもしれないし、そしたら何があるかわからないって話です。また行くの？どうして？どうしてって私だって別に。ちょっといじめすぎたね、ごめんね。そうですよ、好きな子をいじめるのは小学生でもダメです。あなたさ好きだよ。今なんて言いました？いや聞こえてたでしょ。聞こえなかったです。お願いね、もう一回。好きだよ。私も好きです、大好き。本当は名前で呼んでほしいけど贅沢は言わない。はるかさん、これ会社でみんなにオープンにできないからさ。プレゼント用の指輪を買いたいんですけど。プレゼント？はい。記念日ですか？普段使いできるやつ。めちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます。三浦さん褒めてください。急いで買ったからサイズが分かんなくて。また直しに行こう。うん、中指にしてください。そしたら会社にもしていけます。確かに薬指じゃみんなに突っ込まれるか。お三浦さん、うん、今日は特別に私から。うちの奥さんは自分が可愛いことを知っている。居酒屋にパフェなんてあるんですか？三浦さん、三浦さん、三浦さん、見てください。わかりましたって。会社で見るとお皿に輝いて見えませんか？同じですよ。同じじゃないですよ。ほら仕事仕事。分かってます。こんなヒールが高い靴履いて
脚細く長く見せたいじゃないですか。誰に？三浦さんに。アミ、どういうこと？二人って付き合ってんの？いやいやいや違う違う。じゃあ三浦さんに言い寄られてるとか。どうしてそうなる？あ、そっか、アミの方から。はい、どうや。ごめんね、気持ちは嬉しいんだけど今彼女とかいらないから。いつまで拗ねてるんですか。なんで私が片思いの設定なんですか。それが一番丸く収まりそうだったし。三浦さんの片思いでもよかったんですよ。みんなにやっかまれますよ。でもなんか私だけ損してません？損？これあげたでしょ。何やってんの？